新田さんおはようございます。前橋記念で復帰をされてという形でしたけれども、実戦の感触っていうんですかね、どうでした？はい、非常に緊張した中で予選スタートうまくクリアすることができて、そこからは、力をこう思う存分発揮できるようなレースはできたのかなと思います。上がりタイムが9秒0というレースもありましたけども、参考になる部分というのはあります？タイム最終日に関しては、ちょっと体のバランスも良くなくて、レース展開も自分に向いていたので、あまりタイムというよりはなんとかレースで勝ち切れたなという感じではあります。一走走って G1 の舞台ですけれども、手応えはある中でしょうか？はい、もうしっかり練習もできてましたし、圧戦としても非常にこの G1 に向けて、とても好ましい圧戦になっていたなと思うので、すごく楽しみです。ちょっとその圧戦がない中で見ている北日本勢の戦いはどう見えてました？頑張ってるなと思いました。ちょっとね、その新田さんが戻ってきたことで慎太郎さん的にもなんかこう起爆剤になってもう一回北で盛り上げられればと話されてましたけど、慎太郎さんはずっと強いし、すごく頑張られてるんで、僕が戻ってきて、何か起爆剤になってくれるんだったらそれはもうすごく嬉しいですし、自分は自分の仕事をしっかりし続けることを、毎レース考えることが重要なのかなと思ってます。激アツな新田雄大のシリーズをファンが待っているので、ぜひ頑張ってください。頑張ります。